はい、工房説の永田です。くさびと書いて説と呼びます。はい、何は編集に向けて、ね、作品紹介をしております。はい、今回はね、短いです。ペンシルコルタです。ルーチェコルタもあるんですけどね、紹介できないかもしれないんで、はい、ルーチェコルタ、ルーチェアクロはちょっと数少ないかな。でもルーチェじゃないや、ペンシルコルタは数あります。90本ほどご用意いたしました。はい、値段書いてあるやつがほとんどですけど、書いてないやつまた聞いてください。まあ1万円9000円のやつはねおまけでいきたいんですけども、ちょっと高めのやつはね少しおまけしたり、ローズとかモクとかもねちょっとお休みにつけておりますので、またよろしければね、こういった手帳サイズですね、約12センチ弱 M5 って言われるね、手帳、やってますよね。ちょっとちっちゃめのですけどね、手帳の横のサイズにね、なるべく合わせているやつですね。はい、またこういった 0.7 もございます。神経交換も可能ですので、またこちらの方お願いします。はい、シアメスロズットですね。ペンシルがごめんなさい、5万円のはこんな4万円の。で、上はこれね、ルーチェペンとなっております。そこ5万円、1個だけ4万5千円。ペンシルの方がまあ、お手に行きだって、ちょっと補充がね、我慢できなくて申し訳ないんですけど、まあでも15本ずつ、16本ずつ、持ってくれます。これもこのまんま、どっかにあると、どこに置いてあるか。旧ツイッター X でね、当日言えればなと思っております。このままなっておりますので、よろしくお願いします。はい、ペンシルの方のね、はい、茶色いタグ、重たいですね。真鍮パイプ 30g ちょっとあるかな、プラス 7g なので、まあ 30g 以上あると思います。 0.3 はあんまりね、時々折れそうな気がしますけど、どういうやつっていうのはね、ダイエットね、好きな人いて、結構新宿でもやっぱ人気ありましたね。ケース60本ちょいしかありません。はい、で黒書きですね、1万8000、3万ちょっとまでありますけど、やっぱり2万台3万台ってやつはすごく少なくなっております。はい、全部値段つけておりますので、全部並べれるかどうか分かりませんけど、よろしくお願いします。重たいです。はい、なので75本ほど、はい、持ってきれます。新車タイプはね、まあ、フローキーの方もありますので、まずこちらも見てください。サビがこんな系ですね。まあ、3万円台近くなっております。そのあとこんなもんですね。同じぐらいの数、はい、ペンフェス、長崎ペンフェスの方にも持っていきます。はい、こんな感じでしょうか。はい、もうマジでヤバい状態になっていましたが、まあ、結構数持ってきます。1日なのにこんな数持てていいのか、ただ、間引くのがちょっと難しいなと思ってね、なるべく並びたいし、まあ波板持ててね、並べてるだけ並べてやろうと思っております。はい、またよろしくお願いします。ではでは、もうちょっとあとはどれぐらい紹介できるか分かりませんが、頑張ります。では6月1日ご予約、お客様よろしくお願いいたします。